ですか？私に何かご用でも？いや、特に用事というわけじゃないんだけど、リンナのことをもっとよく知りたいから、少し話がしたいんだ。いいかな？そういうことですか。ただの挨拶と見せかけて、お姉さんのことをもっとよく知りたいと、そういうことですね。え、違う、それは誤解だよ。僕が言いたいのは。でも甘いですよユーマ。お姉さんの秘密はそう簡単には教えられませんからね。え、どういうこと？お姉さんの秘密を知りたかったら、もっともっと仲良くなってからじゃないとダメです。これからもっともっと親密になっていきましょうね、ユーマ。うん、よろしくね、リンナ。なんだか振り回されっぱなしだけど、受け入れてはもらえたのかな。Thank you.
先に寝るわね。何かご用でしょうか？やった。何かご用でしょうか？ありがとうございます。
せよ。よ、ユマ。ちょっといいか？アグナムさん？アグナムでいいよ。それよりユマ、ちょっと話があるんだ。お前、いろいろ悩んでるようだからさ。俺でよけりゃ、相談に乗れねえかと思ってな。それは、ありがたいけど。でも。いや、話したくなければ話さなくたっていいんだ。だけどな、いつまでも一人で悩みを抱えてるより、人に話しちまった方が楽になるってこともあるぞ。そうかな。そうかもしれない。うん。話すよ。聞いてくれる？いいぜ。何でも話してみろ。実は、ジーナスに襲われた時のことをずっと考えてたんだ。キリカや動けなかったソニアとリンナも僕のことをかばおうとしてくれたのに、僕は何もできなかった。怖くて体がすくんで何もできなかったんだ。ジーナスの強さを見せつけられてたから。ああ、まあ確かにあいつは強えからな。戦い慣れてなければ当然そんなこともあるさ。ジーナスはソニアたちに危害を加えるつもりはないようだったけど、もしそうでなかったら、僕はソニアたちを助けることができなかったかもしれない。ソニアたちと一緒に戦うって決めたのに。それなのに僕は。なるほどな。そりゃまあ悩む気持ちもわからなくはないな。だけどお前、その体の中に光竜がいるんだろ。光竜ってのはすげえ力を持ってるって聞いたぞ。それがあれば怖いものなしなんじゃねえのか？それは逆だよ。光竜の力は大きすぎるから、今少しだけ力を使うのだって本当はすごく不安なんだ。もし抑えきれなくなったらって。ああ、そういうことか。確かに強い力ってのも便利なだけじゃねえもんな。そんな風に不安を感じながらじゃ、いざって時とっさに光竜の力を使うなんてできやしねえだろ。だけどな、そういうことなら解決法はあるぜ。これしかねえっていう決定的なのかな。本当？どんな？それはな、修行だよ、修行！修行しかねえ。修行？そうだよ。どんな力だって修行しなければうまくは使えねえさ。逆に言えば、たとえ危ない力でも修行次第でうまく使いこなせるようになる。そうすりゃ使うことに不安もなくなる。お前もそう思うだろ？そうかな。そうかなも何も、とにかくやってみなきゃわからねえだろ。でも光竜の力を使いこなす修行なんて、そんなの考えたこともなかった。だったらこれがいい機会だ。今から考えろよ。なあ。うん。よーし、それじゃ決まりだ。明日から修行を始めるぞ。俺たちと一緒に任務に出かけるんだ。心配すんなよ。もし暴走したって、俺が何とかして止めてやるからさ。アグナム。ありがとう。おいおい、礼を言うのは早いって。そいつは、光竜の力を使いこなせるようになってからにしとけよ。な。
アグナムか。あんな人も仲間にいたんだな。なんだか強引な感じで、最初はちょっと戸惑ったけど、でもあの人もいい人みたいだ。これキリカが歌ってるんだな。なんだか心の中に染み渡ってくるみたいだ。聞いているとすごく安心する。ユーマよ、お前はあの者の強さを目の当たりにして恐れを抱いたようだな。あの者、もしかしてジーナスのこと？そうだ、確かにあの者の強さは尋常ではない。うん、とても勝てないと思った。うん、あの者と同じ強さを競ったとしたらお前は決して勝てぬだろう。そうだよね、僕みたいに弱い奴が何をしたって。それは違う、我は思っているのだ。お前ならばいつかはあの者を超えることができるかもしれんと。え、僕も？あ、そうか、アグナムが言うように努力して修行を重ねればきっと。それも必要なことではある。強さを身につけるのも悪いことばかりではない。だがそれよりも大切なことがある。それはお前がそのまま変わらぬことなのだ。変わらぬこと？どういう意味？変わらなかったら僕はずっと弱いままなんじゃないの？弱さゆえに強く、強さゆえに弱い。この世にはそのようなことがままあるものだ。それを覚えておくがいい。よくわからないけど。だがあの者が最後の歌を求めているとは。何を